はい、こんにちは、ジョマです、今回はですね、ギターの保有記録をちょっと作ろうと思いまして、ここのところちょっとアンプね、引っ張り出したんで、これも引っ張り出してきたんですけど、引っ張り出したっていうか、あそこにね、かかってるんですけど、グレコの、フルアコーらしいんですね、セミアコという表記があったり、中全部開いてそうなんで、フルアコなんだと思うんですけど、ちょっと詳しく分かりません。でちょっと音出してみますね。こんな感じで綺麗に音出ます。ちょっとね、ガリがあったり、あと、ちょっとねこれ弦高が高いんじゃないかなって、ここでちょっと調節できたりすると思うんですけれども、買って以来ジャンクオーディオと同じでずっと飾りみたいにね置いてあったんで、今回初めてかもしれないですけど保有記録ね。こんな感じで、塗装がねクラックが入ってます。なんて言うんでしたっけこれ、ウェザーチェック、グレコのですね、もう一番初期の一番最初の頃のやつですね。で元値が多分1万いくらとか、物価も全然安かったんで、はい、それをですね私、3万6千ぐらいでね買ってるんですね。また書いておきますけれども、保有記録ということなんでね、裏はこんな感じです。見たい方いるかもしれないんですけど、はい、あと綺麗です。この辺はね全然割れもないし、ウェザーチェックがね入ってるぐらいで、あとは全体的に綺麗ですね。これがグリースビー本当はねついてて、こういう風にできるんですけれども、これはちょっと残念ながらついてないみたいですけれども、これでいいんじゃないですかね。きっとこれジャズとかそういうもの弾くんですでしょうけど、私ちょっと弾けないんで、そのうちそういうフレーズもね、ちょっとこういうので弾くフレーズもちょっと練習してみたいっていう気はあるんですけど、ジャンクオーディオと同じでね保有するだけであと飾っちゃうみたいな感じなんでね、少しずつ、今日保有記録でねこうやって動画ご紹介できてよかったですけど、はい、ということでグレコのEG135 っていうタイプですね。とっても綺麗でかっこいいです。ありがとうございました。